ご覧いただきありがとうございます双子ママチョコです今回は私の主人の給与明細を公開したいと思います会社からもらったそのままの書式では出して欲しくないということで言われたので金額が間違いがないように Excel で私なりに分かりやすくまとめてみましたちょっと長くなってしまうので前編後編という形に今回は分けています今回は前編ということで いつも四月に昇給がありますが、昇給前の二千二十年三月の給与明細です。はい、こんな感じです。まず、まあ、出勤日数が十九点九日で、これよくわからないんですけど、まあ、だいたい二十日ぐらい毎月勤務があります。あとは当番制で月に何回か、まあ、待機。 会社で待機をするっていうのがありまして、それの回数。あとは、もともと決まっている所定の残業の時間などですね。残業の日があったりするので、そういったのがあります。あと残業時間、これって30分って多分ことだと思うんですけど、実際はもうちょっとあると思います。そんなに早くは帰ってこないです。 あとはまあ深夜残業です、ね、その当番で会社に待機している時に何かしらの仕事をする場合がこちらが入ってくるみたいです。基本給とこの勤務手当この2つがボーナスなどに関わってくる基本給になります。円円と 47, 計が23万7000円ですがこれがまあボーナスの金額などにも計算で響いてきますあとは家族手当がこれはまあ結婚するとまあ配偶者手当とか子どもの人数に応じてうちの場合は4万円会社から手当をいただいてますあとこの役職技術手当とかっていうのは、えっと、資格手当などになります資格や まあとはまあ残業代と会社で、えー、と当番で待機する日の手当がまあ1日5,000円ですかね4日で2万円なので1日5,000円分手当としてついてきてますあとはもともと決まっている、まあ、残業が決まっている1回分が 当番手当てっていう形で少し入ってきます。確か2時間ぐらいちょっと所定の残業時間みたいなのがあるみたいです。と総支給額が32万5448円でした。次に控除の金額です。健康保険料1万6384円、厚生年金が 29, 2万9280円。 雇用保険料が円この合計が4万6640円とその他に引かれるのが税金所得税6960円住民税1万3500円あとは労働組合があるのでその組合費が1万、えー、と8 0 0円と旅行積立が3000円これは 社員旅行の時などに積み立てが戻ってきます。この控除の合計が七万一千九百円、総支給額三十二万五千四百四十八円から七万一千九百円の控除を引いて、えっと三月三十一日の支給我が家は。 末日にもらった分を翌月分として使ってるんですけれども。差引支給額25万3548円がこの月のお給料でした。後編は次回の動画で昇給後の4月の給与明細とあと昇給金額どのくらい上がったかっていうのを公開したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 よかったら次回の動画もご覧いただけると嬉しいです。